桃井ザクロ石桃井ザクロ石は2010年に発表された新鉱物で北海道大学の田中秀一らにより愛媛県安世鉱山、福井県富士鉱山、京都府北家寺屋で発見された科学蘇生は 32SI3O12 でザクロ石の一種であるゴールドマンザクロ石のカルシウムがマンガンと痴漢したものである愛媛大学の鉱物学者 桃井一氏の業績を称えて命名されたもの。桃井は1964年に、鹿児島県奄美大島、大和鉱山で発見したゴールドマンザクロ石に、マンガンが多く含まれていたことから、ゴールドマンザクロ石のマンガン置換体を仮定して、山戸ザクロ石の名を提案していたが、鉱物自体は未発見であったため提案は否定されていた。本鉱の発見者たちは、当初この、 マトザクロ石の名称を使うことを考えたが、混乱が懸念されたため、桃井の名を冠して命名した。結晶は見られないが、鮮やかな緑色が特徴的である。ただし、上記のゴールドマンザクロ石、マンバンザクロ石が多く含まれるので同定には、詳細な分析が必要である。田中、H.A. トール、桃井手、32SI3O12。 英乳漫画にせバナジウムガーネットフロムジャパン、ジュール、ミネラル、ペトロール、サイ、105、92から96、桃井ザクロ石、浜根大輔、発見者の一人、ありがとうございます。